特急ソーヤ。夢の中、私と妹、祖父はソーヤ行きの特急列車に乗っていた。その列車は車両によって行き先を変える不思議な列車だった。地理的にあれは札幌駅だったか。留萌地方を抜け、ソーヤ行かなくてはならない我々は前の車両に移動する必要がある。私と妹はそそくさとソーヤ行きの車両に移動するが、祖父が来ない。しまった、祖父への説明が不足していたに違いない。祖父がいる一つ前の車両は、胆振地方へ行く車両だ。あと一つ、連結箇所をこちらに来てくれれば、大丈夫なのに。祖父は、大丈夫だからと言わんばかりに、ニコッと一瞬目を合わせた後は、一切コンタクトが取れない。じいちゃん、と叫ぶも、私の声は、列車の騒音と疾風にかき消された。車両は無機質に北と南に分裂し、祖父の姿は見えなくなった。私は妹とはぐれぬよう、彼女の手を握り、日本最北端の駅を目指した。コロナを理由に夏に延期された祖父の一周忌、命日は明日だというのに、一日早く私の夢に現れた祖父。一年前、私だけ祖父の亡くなる晩に祖父の元に行けていない。何かの折、一瞬、抗議の起死燃料が湧くことがあるが、祖父が、あるいはその他膨大な数の肉親が繋いだ命を、自ら殺めることがあってはならない。いつかは握った妹の手を離し、終着駅に向かう。終着駅に降りれば祖父が待っているのか、あるいは、まだ早いと追い返されるか。まだ眠たい。もう少しだけ寝よう。